今回はクリストファー・ノーラン監督の最新映画テネットをしっかりと見れば見るほど疑問が残るある問題についてお話しします。それはガラスや壁にあった銃弾の跡はいつからあったのかという問題です。またスタルスク12の巡航目線でも逆光目線でも破壊されるかわいそうなビルも同様です。このビルについては映画のパンフレットにも書かれていましたよね。このビルは巡航の時間の進み方で破壊されて、さらに逆光の進み方でも破壊されたので、この瞬間を起点に未来永劫、そして過去永劫、このビルは壊れていることになります。じゃあこのビルはいつ建てられたのかという話になりますよね。ビルが建設されないと壊されることもないからです。これはまさに過去に戻って自分の親を殺せば、自分の親を殺す子供そのものが生まれなくなり、親は殺されないのではないかという親殺しのパラドックスそのものではないでしょうか。以前の動画でも述べたように、そして劇中でニールが述べているように、この映画は親殺しのパラドックスに答えを用意していません。用意していないものの、おそらくテネットで描かれる世界は決定論的世界観に従っているので、強いて言えば親は殺せないが答えになります。というより、子供が親を殺そうという行動とそれが失敗するという事実も織り込み済みで、一本の軸の世界が成立していると理解すれば良いでしょう。ただし、このかわいそうなビルやオペラハウスにあった銃弾の跡、オスロ空港の美術品倉庫の窓ガラスについた銃弾の跡、タリンで主人公が乗っていた BMW のドアミラーの割れ、これらは逆光弾によって付けられたものなので、先ほどの決定論的世界観からすると最初からついていたということになります。ただこれはこれでおかしいですよね。 BMW なんか車が新車で納車された時からミラーが割れてたということになってしまいます。どう考えても不良品ですよね。僕ならそんな車が納車されたら激怒します。そこでこの逆光弾によって生まれた銃弾の跡がいつからあったのかという問題について、ちょっと物理学的なネタを使って考察してみようと思います。そもそも物質が時間を逆行するという理屈も、劇中ではエントロピーの自発現象という熱力学の話をネタにしていたわけですから、この逆光銃弾の後の考察も物理学的なネタを使って考察するのが筋が通っているというふうに思っています。というわけで、ここからちょっとだけ理屈っぽくなるんですが、この銃弾の跡はいつからあったのかという問題を量子力学の観測問題と呼ばれるものに触れて考察していきたいと思います。ここで皆さんに量子力学の興味深い実験を紹介しようと思います。この話は大学で量子力学を勉強した方なら多分全員知っているような話です。量子力学は素粒子レベルのとてつもなく小さなものが織りなす現象を説明するために生まれた学問です。この素粒子が持つ不思議な性質をよく表した二重スリット実験と呼ばれる実験があります。この実験で用意するものは3つです。まず光を出すためのライトを用意します。そしてその奥に2つのスリットを開けた壁を用意します。そしてそのさらに奥に光に反応して色がつくようなスクリーンを置いておきます。これらをこんな感じに配置します。これで準備完了です。さてこの状態でライトから光を放つと、スクリーンにはどういう模様が現れるのでしょうか。この実験は1805年にヤングという物理学者が行った実験です。結論を言うと、このスクリーンには次のような模様が現れます。このしましま模様は干渉模様といって、2つの波が重なり合った時に現れる模様です。これを図にするとこういった形になります。つまり光の正体は波であると考えた場合、このような模様が出来上がることが説明できるというわけです。これを水面の波に例えて実験をしている方がいるので、それをちょっと引用したいと思います。このように湖の水の上で2つのボールを同時に揺らして2つの波を作ります。するとこの波はそれぞれが打ち消し合ったり強め合ったりして、最終的に先ほど示したような干渉模様が生まれるというわけです。これと同じことが光でも起こったというふうに考えられます。この干渉模様が生まれるということは、光は波である、こういうふうに結論付けられるわけです。これだけで終われば、あ、光は波なんだへーで終わるんですが、今度はこのライトの出力を極限まで絞って同じ実験を行います。すると不思議な現象が起こります。
光を極限まで弱めた結果、スクリーンにはポツポツと点がつくようになりました。スクリーンに点がつくということは、光の正体は波というより粒子だと捉えることができるわけです。もし光が波であれば、こんな風にポツポツと模様がつくことが説明できません。もはやこの時点で先ほどの結果と食い違っています。そしてこの実験を続けていった結果、最終的にスクリーンの模様はこのようになります。これよく見れば、先ほどと同じような干渉模様になっています。この実験結果が非常に不思議なわけです。なぜかというと、干渉模様はそもそも波に特有の現象です。そしてこの実験で干渉模様が現れたということは、光は波であるという結論も合理的です。しかしながら、ライトの出力を絞った結果、スクリーンにポツポツと点がつくということは、実は光は粒子なのではないかという結論も生まれるわけです。これもスクリーンに点がポツポツつくという事実から合理的な解釈です。この時点で混乱してきますよね。そして、さらに不思議なのは、仮にじゃあ光が粒子であったとすると、ライトが発射された粒がスリットのどちらかを通ってスクリーンにぶつかって跡が残る。こういう風に解釈ができるはずです。しかしながら、こういう解釈をしても釈然としない点があります。それは、この光の粒を打ち続ければ、最終的にさっきの波の干渉模様になってしまうという点です。つまり結果として、一粒一粒は粒子なのに、最終的に波と同じ結果になるということです。先ほども申し上げたように、波は両方のスリットを通るからこそ干渉します。粒子は片方のスリットしか通らないはずなのに、最終的に干渉したような結果が得られるというのは非常に直感に反します。この二重スリット実験から、最終的に我々人類は光というものは波でもあり粒子でもある、そしてそれは場合によって形を変えるという結論をつけました。これを専門的に言うと、素粒子が持つ波動性と粒子性と呼ばれるものです。これが量子力学が難しいと言われるゆえんです。ではテネットと量子力学どう関係するのかと言いますと、この二重スリット実験まだ続きがあります。今度はこのスリットそれぞれに光が通ったらわかるようなセンサーをつけて、光がどちらを通ったか観測しようとします。ここではスリット A、スリット B としましょう。この状態で光を放つ実験を行うと面白い結果が得られます。センサーは必ずどちらか片方しか反応しませんでした。では問題です。最終的にスクリーンにはどんな模様が浮かび上がるのでしょうか？では答え合わせです。スクリーンにはこのような模様が浮かび上がりました。光の波としての性質である干渉模様が消えてしまったわけです。ちなみにセンサーを外して実験するとまた干渉模様が浮かび上がります。この現象は次のように考えられています。もしセンサーがない場合、ライトから飛び出した光はまず波の性質を持ちます。そして波の性質を持ちながらスリットを通り波の干渉を起こします。そして干渉を起こしながら最終的にスクリーンにぶつかり、その瞬間光の波は一瞬で収縮して粒子となってスクリーンに跡を残します。そしてセンサーによる観測をした場合、ライトから波の性質を持って飛び出した光はスリットのセンサーによる観測を受けます。光は観測を受けた結果、波であることをやめて粒子へと姿を変えてどちらかのスリットを通ります。粒子になった光はそのままスクリーンにぶつかり跡を残します。この人間が素粒子を観測した瞬間に結果が決まるという考え方をコペンハーゲン解釈と呼びます。コペンハーゲン解釈では、人間がその素粒子を観測しようとするまで、素粒子はあらゆる状態が重なった状態で存在すると考えます。ここで言うと、光がスリット A とスリット B 両方を通った状態にあるということです。そして、人間がどちらのスリットを通ったか観測しようとした瞬間に初めて、スリット A を通ったのか、スリット B を通ったのかが決定するという考え方です。人間が見た瞬間に結果が決まると
と、そんなことはありえるんですかというふうにツッコミもあるかと思いますが、現実問題として実験結果がこうなっている以上、こういう考え方で説明できるわけです。この人間の観測によってどちらを通るか決まるという問題を観測問題と呼びます。これは未だに論争の絶えない問題で、人が見た瞬間に結果が決まるコペンハーゲン解釈を受け入れない方も大勢います。このコペンハーゲン解釈に対する問いかけとして有名なものはシュレーディンガーの猫という思考実験です。皆さんも名前は聞いたことあるのではないでしょうか。このシュレーディンガーの猫の思考実験を先ほどの二重スリット実験に絡めて説明すると、こんな感じです。外から全く見ることができない箱の中に先ほどのスリットを用意します。ここで例えばスリット A を通った先に毒ガスの噴霧装置を設置します。この装置はここに光が届いた瞬間に毒ガスを噴霧するとします。一方スリット B は何もしません。さてこの箱の中に猫を入れて蓋をします。これで人間からは観測できなくなりました。ここでライトのスイッチを入れ、光が一粒だけ飛び出すようにします。さて猫は毒ガスを吸って死んだのでしょうか、それとも元気に生きているのでしょうか。コペンハーゲン解釈を使って考えると、光子はどちらのスリットも通った状態が重なっていて、人間が観測した瞬間に決定することになるので、それはつまり毒ガスが出た状態と出てない状態が重なっていることになります。これを発展させると、つまり猫は死んでいる状態と生きている状態が重なっているということになり、人間が蓋を開けた瞬間にそれが決定するということになってしまいます。それってどうなのというのがシュレーディンガーの猫の主張です。今のところこの問題に答えは出ていません。ただ一つ言えるのは、コペンハーゲン解釈を使えば二重スリット実験は説明できるという事実です。そして私が思うに、この猫が生きている状態と死んでいる状態、つまり素粒子の2つの状態が重ね合わさった状態、そしてそれを観測すると結果が確定するという事実、これがまさにテネットの銃弾の弾痕がいつからあったのかという問題の答えなのではないかなというふうに思うわけです。つまりこの美術品倉庫にあったガラスの弾痕は、これに関わった人物、つまり主人公がそれを見るまで割れている状態と割れていない状態が重なっていて、それを観測した瞬間にガラスの弾痕があったことが確定します。 BMW のドアミラーも同様で、主人公がそれに気づくまで割れている状態と割れていない状態が重なっていると考えればどうでしょうか。言うなればシュレディンガーの猫を実写化したわけです。もちろん元々が SF 映画なので、いくら理屈をつけても最終的に破綻するんですが、ノーラン監督は物理学的に本当に説明できる現実と完全なるフィクション、虚構をうまく織り交ぜて、もっともらしい感じに映像化するのが非常にうまいなと思います。これは監督の過去作品インターステラーやインセプションなんかにも言えると思います。ちなみにインターステラーも SF オタクが興奮しながら語りたくなるようないろんな話があるので、これもまた動画にしようと思っています。コペンハーゲン解釈では、素粒子はあり得るべき全ての位置の重ね合わせ状態を取ると解釈しています。ただし実際に観測すると、その可能性のうちのどこか一つの場所で観測されます。この現象は別のアプローチで捉えることもできます。それがエヴェレットの多世界解釈です。いわゆるパラレルワールドと捉えてもらってもいいと思います。この多世界解釈では、素粒子があり得るべき全ての位置の重ね合わせ状態を取っているのではなく、素粒子があり得るべき全ての位置それぞれに素粒子があるような世界が複数存在しているという考え方です。つまり状態が重なっていて見た瞬間に決まるのではなくて、状態ごとに世界があって、それぞれの世界では素粒子の場所は完全に決まっているという考え方です。さっきの二重スリット実験で言うと、光がスリット A を通っている世界とスリット B を通っている世界が別々にあって、それぞれの世界でそれぞれの結果を見ているだけということです。ただし自分がいる世界以外の世界は
見ることも知ることもできません。つまり存在しているかどうかも知ることができないので、証明することもできません。ちなみにテネット劇中でもニールがこの多世界解釈について触れています。キャットの傷を治すために逆行してオスロ空港に着く途中のコンテナの中でのお話です。ここでは主人公とニールが次のような会話をしています。まず主人公が、もしアルゴリズムが将来的に起動されたとすると世界の時間の流れが反転することになると。しかしながら今主人公とニールはここでこうやって話しているわけで、つまりこの現実があるということは将来的にアルゴリズムが起動することもないのじゃないかということです。つまり我々は勝つことが決まっているんじゃないかということを言いたいわけです。そしてニールは後悔します。楽観的に見ればそれは正しいと思う。そして主人公は悲観的に考えたらどうなのかと問いただします。するとニールはパラレルワールド理論では意識と複数の現実との関係を知ることはできないと答えます。まあこれでわかるのはニールは多世界解釈派ということですね。要するに我々は無限の可能性がある多世界のうちの一つの世界にいて、その世界では起こることは決定している、こういうことを言いたいわけです。つまりこのテネットで描かれている世界は一応見ている限り決定論的に動いているのですが、その中にいる人物たちは決定論的かどうか確信がないということです。ある意味確信がないからこそ未来人たちはわずかな望みをかけてアルゴリズムを使って世界を逆行させることを目論んでいるわけです。そしてこのおそらく決定論的に動いている世界で、もしかしたら決定論的じゃないかもしれないという少しの可能性をかけて未来人やセーターは動いていますし、主人公たちももしかしたら決定論的じゃないかもしれないという懸念のもと、それを阻止する行動を一生懸命取るわけです。これは映画のラストシーン、ニールのセリフにも現れています。 What's happened happened、 起こったことは仕方がないという言葉は映画の中で何度も登場します。決定論的な世界で起こった事実はもうすでに変えられないわけです。そしてこれがこの世界の仕組みだというふうにニールは信じています。そして決定論的な世の中を言い訳にして自分が何もしないというわけにもいかない、そういうふうにニールは信じているわけです。彼はこれがリアリティだと言い残してヘリへと向かいます。ニールはこの後逆行してボルコフに撃たれて死亡するわけですが、この話をしている時点でその事実はすでに起こっていることです。つまり起こったことは仕方がない世界の仕組みなので、自分もその道をたどらざるを得ないということを悟っていることになるわけです。こう見てみるとやはりニールは物理学の修士号を取ってるだけあって、この世界をしっかりと理解しています。というわけでいかがだったでしょうか。今回はこのガラスの銃弾の跡はいつからあったのかという問題を量子力学の観測問題と絡めて考察してみました。そもそもニールが劇中で多世界解釈を持ち出している以上、量子力学的な理屈付けはある程度理にかなっているのではないかなというふうに思っています。もちろんある程度であってフィクション映画である以上破綻も矛盾も存在します。ただこんな考察ができるというものはやっぱり SF 好きにとってはとても楽しい映画だなというふうに思っています。それでは今回の動画は以上になります。このチャンネルでは映画の解説や考察、そして映像技術の解説などを行っていきますので、チャンネル登録をお願いいたします。それでは次回でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。